こんにちは、グランピーの池田です。シグのランドが発売してから約1年が、経ちました。台湾産の方ですね。もともともう少し前からハンドメイドのフレームということで、ランドを制作をさせていただいておりまして、で台湾産にこう移行しました。でそこから約1年が、過ぎまして、いろんな方にですね本当に乗っていただいて、本当に嬉しくありがたく思います。ありがとうございます。で、今ランドがですね本当たくさんの、自転車として、旅立っていったんですけれども、もう本当に一番最近人気な組み合わせというのがですね、ございます。それをですね今回カスタムという形でギュッと落とし込んだ1台が出来上がりましたので、そちらをですね今回ご紹介いたします。はい、ではこちらです。シグのランド M サイズですね、柿色にペイントした、モデルと、なります。でこの柿色というのはですねまた別動画で、なぜこの柿色ができたのかとか、言っておりますので、そちらを詳細をですね ご参考いただければと思います。今回は軽く触れておきましょう。この柿色ですね、最近ご要望をたくさんいただいておる、色になるんですけども、由来があります。最初にですね僕は自分の、自転車を塗るときにですね、竹の下にですねこういう色で塗ってほしいって言ったんですけど、それ却下されまして、じゃあこっちの色はどうかと再提案したのがオレンジ色の、メタリック色のやつだったんですね。でそれに、竹の下がストーリーを、加えて、さらに色をこう深く深く掘り下げていっていただいて、できたのがこの色になります。で柿色なんですけど、柿というのはですねペインターの竹の下がいつもこう通勤で通っている山があるんですけど、その山の、上にもうちょうど秋の晩秋なんで今ぐらいですね、渋柿がなってまして、それがこう誰も手につかねつけれないつかない、動物も取らない人間も取らないいうものが熟々にこう売れてくると。でその売れたものを朝日がパッと照らした時の色がこの柿の色になります。なんで柿っていうのは海の柿ではなくて木になる柿の方ですね。でこのロゴはですね最初その柿の色に、なぞらえてですね、ヘタの色ということで、塗るように考えてたんですけども、それだと芸がないと、いうことで、実はこれヘタではなくて、すごいこの動画ではですね分かりにくいんですけど、緑色なんですね。緑色、はい店頭にあるんで、気になる方はそれを見てみてください。緑色です。でこの緑色は一体何なのかというと、柿の木を切っていくと数万本に1本黒い模様が現れると、年輪にですね、それを黒柿っていうらしいんですけど、その黒柿ものさらにもう少し切っていくと、さらにさらに希少な、年輪の色が出てくる。それがエメラルドグリーンに輝くんですけども、それを朱雀色というそうです。その色がこのロゴの色という感じですね。というのでこう柿色というのが、出来上がってきたというところです。非常になんていうんですかね、おとなしいんだけども自分を主張するというようなかなり大人な感じの色と、なって完成したというのがこの色です。これが最近一番人気な色となっております。で、今ここにあるのはツヤがあるタイプなんですけども、ツヤを消すというのも、人気でございます。ツヤありのものプラス、3000円でツヤ消しにもできますので、それもご検討いただければと思います。おっとちょっと、で、あとこちらですね、
パーツは完成車のドロップハンドルをベースにして組み立てております。 GRX の油圧レバーとコンポーネントですねで組み立てております。でもう一つ人気なのがこのフルフェンダーになります。フルフェンダーは PDW の、フルメタルフェンダービーストっていう名前のタイプです。でそれの 65mm というちょっと幅が広いタイプになります。でこのおそらくですね製造のロットによると思うんですけどここのステーですね、ステーが、前までシルバー色だったんですけども今回はブラックカラーに、なっております。でかなりシックにこうまとまったイメージですね。でこのフェンダーはもうそのままでここのステーの色が今ちょっと変わって一体感がより増すような、感じになってます。でこのスーパーヤミタイヤですね、ランドにスーパーヤミタイヤ のサイズは27.5 の 2.22 を履かせた時に装着できるかなり希少なフェンダーになってます。2.22 のタイヤを履かせるとですねこのフォークですとかフレームの隙間がだいぶ細くなります、狭くなります。でそんな時に、装着できるフェンダーがこのビーストフェンダーというところですね。かなり薄手でしっかりとしているのでオフロードに走りに行っても頑丈でしっかりと支えてくれるというのがこのフェンダーです。後ろの方はですね、ステーが付属で2本ついておりますのでここの後ろ1、2で、シートステーの3でチェーンステーの4という形で4点止めで固定しますのでこいつもですねかなりしっかりと装着できるというものでございます。はい。で、もう一つ最後に、人気になっているバッグがあります。それがこのファビオスチェストです。今こう仮でつけてるんですけれども開けるとドンと大きくなってさらにロールトップ形状になっているのでここからさらに荷物を積んで、カバン一つで旅行も行ける。僕は意外とここにですねコーヒーセットを積んで、修理道具入れてみたいな感じで使ったりしてますけども、弁当を入れたり着替えを入れたりウィンドブレーカー入れたりという形で、荷物を持つというのを楽しんで使えるバッグとなってます。もう超大容量のサドルバッグですね。これはハンドルバッグにも使えるんですけれども、人気なのはこっちの方に装着するというのが多いです。でこいつを支えるために、ニットのですねキャリアを一緒に、装着される方が多いですね。でこのキャリアはニットの M1B というちょっと小さめのフロントラックにも使えるタイプです。今回はリアとしてリア用として使っているんですけれどももともとはフロントキャリアでございました。で日東の商品がですね今納期がだいぶ伸びてますので、ここに装着する代わりのものとしてこのサドルから伸ばすサドルバッグのサポーターですとか、もうこういう小さなラックではなくて本当にサーリーのナイスラックのようにですね大きなリアラックをつけてその上にサドルバッグを乗せるというのも一つの手かなと思います。はい。 あと今もう普通になってきてますけどもセンタースタンドこちらもランドにはもうバシッとつく、仕様になってます。でよくですね質問されることがありましてスタンドをつけたいというご質問が多いんですけどもそのスタンドがつけられるかどうかというのはここのちょうど中央の部分の隙間にポイントがあります。太いタイヤが履ける自転車になればなるほどその隙間が広くなりすぎてですねセンタースタンドがまあまあつかないと。なのでそれを解消するためにランドにはこうスタンドの台座を装着してますので日常使いで使う方どこいろんな街中に走りに行ったり、カフェに走りに行ったりした時に自転車をこう立たせることができるというのが、
センタースタンドのいいところかなと思います。これも何度買われた方は、かなりの確率で装着されているので本当に、つけててよかったなと思います。はい、ということで今回はですね、シグノランドの今一番熱い人気のカスタムをご紹介いたしました。で今からもですね、ランドの組み立てが続いてまいります。かなり個性的なカスタムから、一番シンプルにまとまったものまで多種多様の自転車が出てきますので、そちらもですね、ぜひお楽しみにというところです。はい、ということで今回は、ランドのカスタムのご紹介でした。どうもありがとうございました。